深刻なデフレ経済のもと、今こそ労働者の賃金引き上げで内需を拡大し景気回復をと2013年春闘が戦われています。3月5日東京日比谷公会堂で13春闘勝利を目指す 3.5 総決起集会が行われました。オープニングはデキシーユニオンの演奏です。デフレ打開に向けて、景気回復に向けて、正規非正規が力を合わせて賃上げを求めて公正的に戦い、賃上げの風をもっと強く吹かそうではありませんか。賃上げこそ不況克服の要、大企業は内部留保の取り崩しで社会的責任を果たせ、この追い風をさらに強くし、大企業と連合ビッグユニオンを追い詰めていきましょう。賃上げこそ景気回復の道。今このことを誰でも否定することができない状況になっています。今年の春闘では何としても賃上げを勝ち取り、この不況を打開していきましょう。頑張ろう。各省庁前での行動も取り組まれました。厚労省前行動です。反貧困ネットワーク代表の宇都宮先生からも連帯の挨拶をしていただきました。生活保護基準の引き下げの阻止、国民生活全体の切り下げを皆さんと一緒になって阻止されてまいりたいと思っております。大企業が儲けても景気回復にはなりません。今必要なのは、働く者の賃金や下請け単価を引き上げ、国内需要を伸ばすことです。賃上げで景気回復を。消費税増税反対、TPP 参加許すな。なくせ貧困、仕事をよこせ。住民本位の復興、原発ゼロへを訴え、銀座をパレードしました。今銀座デモ行進を終え、日本経団連前に来ました。一三春闘で何としても賃上げを勝ち取り、非正規労働者の雇用の安定、また大企業は適正な負担をせよと怒りの行動を行っております。輸出産業を中心とする大企業は、労働者の賃金を引き下げることによって内部留保を267兆円も溜め込んでいます。これをほんの数パーセント回すことで、賃金引き上げ、ベースアップが可能です。賃上げいつやるか、今でしょう。皆さん、日本国中の経営者に声を揃えて訴えようではありませんか。震災復興に名を借りた懐を肥やす、そういうことはやめていただきたい。賃上げと雇用確保で景気回復を変えよう。職場、地域と政治、一三春闘勝利を目指して団結、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。3月7日、本日は春闘の先陣を切って JMIU 各支部でのリレーストライキが行われています。今日本 IBM 前に来ております。日本 IBM で戦う仲間は9時からストライキを決行いたします。従業員を使い捨てにする姿勢、私たち労働組合はこのような会社の今行っていることに断固抗議します。利益を従業員に還元していこうという、そのような姿勢がありませんので、私たちは本日9時からストライキに突入します。ここ日本 IBM では、就業時間終了直前に明日から会社に来なくてよいというロックアウト解雇が横行しています。鈴木さんも昨年突然解雇され、解雇撤回の戦いに立ち上がっています。正に解雇されたというふうに伺っております。
私どもも昨年の12月から裁判を起こしまして、撤回への風というのは確実に吹いていると思いますので、これからも活動を皆さんで活性化していきたいと思います。解雇退職強要やめろ。 IBM は PIP 研究降格をやめろ。JMIU 全日本金属情報機器労働組合はこの日、春闘の第一次行動としてリレーストライキを各支部分会で取り組みました。この行動は JMIU の61支部分会1100人の参加で取り組まれ、ゼロ回答、定額回答に抗議するストライキは34支部分会で決行されました。私たちのこれ以上の、ね、生活悪化と事故を許さないためにも頑張っていきたいと思いますので、桂川に働く従業員は大幅な賃上げを求めています。私たちは今日の第一統一行動を契機に組合機を計量しストライキに入ると同時に、連日の断行申し出や平宣伝を引き続き継続していきます。団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。来ました。 3.14 全労連春闘共闘全国統一行動 NTT 持ち株会社前の通信労組のスト総決起集会です。 99% の多数派の市民労働者のための社会を作っていこうではありませんか。海洋職場地域 NTT は労働者に対しては賃下げ、退職金の切り下げなどを押し付けることで内部留保を9兆5000億円に増やしてきました。通信労組は NTT は企業の社会的責任を果たせと、全国31都道府県26支部131事業所239人の組合員がストライキに入り戦っています。 JR 上野駅前では健康労鉄道のスト突入行動が行われました。今日私たち健康の鉄道は全労連国民春闘共闘の呼びかけに応え、ストライキをもって戦うことを決定し、本日市からストライキに臨みをしております。要求も出さずに戦いも組織をせずに、高まる賃上げの声には労使関係に口を出すな、こういうふうに開き直るような労働組合の姿、私はその存在が今問われているとこのように思います。2つのナショナルセンターが発足をして24年目になりますけれども、この春闘、誰が労働者の立場に立っているのか、このことも明らかにしつつあるのではないでしょう。国民課題と結合して JR の社会的責任を求め、大幅賃上げ、雇用の確保、労働条件の改善という解決に向けストライキで使います。今賃上げの風が吹いています。賃上げを勝ち取ることはデフレ脱却、経済再生の道でもあります。憲法改悪反対。すべての職場、地域で春闘に取り組み、大幅な賃上げを勝ち取りましょう。